さて、ちゃんくん、今日はやっと抜歯だよ。今までこれずいぶんなんか不自由だったと思うけど、抜歯したらマシでいいんだよ。走り回れるよ。細いところにも入り込めるよ。あ、病院行く前にはやめてね。棚の後ろとかに入り込まないでね。特にそれをつけたまま入り込むと二度と出られないと思うよ。なのでおとなしく行ってみようか。ジャン君。はい。ポンちゃん、ジャン君はこんな状態になっています。一回目失敗しました。さあジャン君出てきてくれるかな。ジャン君来てよ。ごめんね。それ見せてると来ないでしょ。これだけつけようよ、まず、ね、ジャン君がこの状態になった時は、棚の下のキャリーに逃げ込むと思うので、それを待とうかな。ちょっと待ってね、こっち、はいはい、よいしょ、ちょあれ、ピントが全然合ってなかった。さあこの状態にして少し、追い立てるんではなくて誘導していきましょうか。はい、首根っこを捕まえてのタイプのやつでやってみました。できました。そして暴れない暴れない。はい、完了です。もうすぐ連れて行きましょう。ポンちゃん、またちょっと、はいはい、ちょっとの間だから、今度はね、抜歯してすぐ戻ってくるからね。ジャン君もおとなしくしてよね。あと1回です、今日だけですから。そうでもなかったりするかもしれないけど、行こうね。ポンちゃん大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、よいしょ、はい、はい、大丈夫だよ、うん、ジャン君もキャリーの中でおとなしくなってるよ。よかったね、ジャン君。さあ行きましょう。あ、入り口後ろになっちゃったけど、まあいいか。病院到着です。え、あれどうして、あ、さっきかな、あ、今日逃げたんですよね。あ、そうか、もう止まってますかね。止まってますね。爪は大丈夫、うん、これはもうそのままで、じゃあこのままで、うん、じゃあいいでしょう、この中でできるって、毎日あげるやつを、はい、昨日もしかしたら忘れちゃったかもしれない。あ、でももういいですよ。あ、大丈夫ですか、抗生物質なんで、あの、もう注射の分だけで大丈夫です。はいはい。じゃあ、じゃあ、ちゃんはもう中戻っちゃっていいですか、ね、あとは、あの、検査結果、シュウ酸カルシウム、はい、なんだろう。こちらが、まあ、説明なんですけども、はい、大体猫ちゃんの石、このストルバイトっていうものか、シュウ酸カルシウム、まあ、大体どっちかです。はい、花みたいになってるもんね。そうですね、まあ見た目はね結構
バラバラなので見た目で判断はなかなかできないんですけども、でこっちは溶けない石です、うん、だからもうあれいくらやってももう一生溶けなかったので、うん、まあ、取っちゃってよかったと思います。そうか、手術が良かった。そうですね、手術しないとずっと残っちゃう、ね、はい、問題なしということなので子供は家に帰って、まあ普通の生活かな、療養というかね、ご飯は相変わらず、病院食でございます。これはもう変わらないそうです。はい、ポンちゃんお待ちかねだったね、うん、よいしょ、はい、ちゃんくん帰ってきたよ。今日は早かったよ。はい、いいぞぞ、はい、それであっちのキャリーに入っちゃったよ。はい、ジャン君、早速舐めてるかな。よいしょ。ちゃんくんご苦労様でした。もうこれで大丈夫だってよ。さあ普通の生活に戻ります。はい、ジャン君、おいで。これやりましょう。ジャン君。ジャン君。ジャン君、おいで。まだショックから立ち直れないですか？そこ落ち着いちゃうのかい。じゃあそこでやりますよ。はい。Mm-hmm.
ザベスからないと楽だね。楽だね、楽だね。ね。ポンちゃん幸せって思ってる？うん、思ってるよね。ちゃんくん重って思ってる。またポンちゃんの重たい愛が始まるね。重たいなんか言われてるよ。ポンちゃん、ポンちゃん偉かったね。我慢してたんだね。我慢してたよね。すごいよね。本当に我慢してたよね。うん、ポンちゃん昨日ぐらいからちょっと一緒に入ったりもする時もあったんだけど、うん、でも寄りかからないでちょっと背中とか毛づくろいしてあげてそのまま出ていくみたいな、そんな感じで優しいね。優しいね。で今日はカラーが取れて抜歯が済んだ途端にめっちゃ甘えてます。もうべったりです。よかったね、ぽんちゃん。はい、ゆっくりおやすみ。